ナルトとサスケの両方をクリアすると、カカシ先生が出てきたので、カカシ先生使っていきたいと思います。まあでも中身一緒やからな。あって、この葉隠れの里のサバイバルチャレンジの始まりだ。ちょっと待った、その前に先生のお手本も見たいってばよ。お手本そうだな。じゃあまあ、俺も一つやってみるか。面白いな。じゃあスタートだ。適当についてきていいぞ。ついてこれればだがな。さて、行きますか。これは一緒なんよね。痛い。めっちゃ飛ぶ。これ千年殺しできるんかな。行きますか。悪く思うな。ああ避けられた。てか千年殺しかよ。コンボの最後は千年殺しやし。めっちゃ移動早いしジャンプ力あるんやけど、やば。あ、すげえ体力回復する。どういうことやねん。エビスを狙え。千年殺し当ててな。口寄せ？パックンか。避けられる。当ててえな。当たった。カカシ先生やばすぎるって。肉食べたいになった。マジ手加減してくれよ。まあそうやね、先生やからね。影マネ避けれっか。避けれた。おいおい、本気出してなかったか今。ちょっと本気出したね。この葉の芸人の中で一番強いですよ。ネジがおるんやけどね。わあ、食らってもうた。ハードなガキじゃないね、どうも。うわー、マジか。お前は霧隠れの多いんだな。波の国の記憶ないんだよね。相手かよ。行くぜ、刺客の術。ガツガか。ガツガツいいからな。よし。よし、勝った。再挑戦とは頑張りますね。カイ先生の許しをもらいました。外していきます。
受けれんかった。うわーマジか。ここまでか。負けたらあいつらに笑われちまう。よし、あぶねえ。強えよ。一番強いよネジが。第4の必殺技絶対雷切りやろ。かっけえ、しかもチャクラ消費全然ねえじゃん。どっちかっつうとなんか波動拳みたいなのが出やんな。君そこで何をしているのかな。常人やばいじゃん。うわー空撃、逃げる、あー逃げれた、よし当たった、いってー。君もそろそろ正体を見せてくれないかな。僕は大切な人を守りたい。そのためなら僕は忍びになりきる。特に特別演出はないのか。まあ表彰賞、うわ当たってもた。千札推奨、いやーかっこええ。シャリンガンのカカシと見受ける。悪いが一瞬で終わらせてもらうぞ。ここはまともそう。でもあれか、終わりの最後のあれは変わらんかな。いてー、逆なんだが当たるんか。ついよついよ、水爆風、あー見たかった水爆風。来た、大爆風か。うおー、いてー、つえー。ではラスト雷切りで。お、セリフ変わった、すっきりしたぜ。オロチマル、やはりお前が奴らを操っていたのか。ずいぶん成長したわね、カカシ君。関係性的にはどうなるんや。三代目の教え子で、ミナトの上やから、二世代ぐらい上か。
今の俺ならあんたと差し違えることくらいはできるぞ。やってみれば、できればだけど。そろそろ行かせてもらおう。口なりには成長したものね。まもなく里に限界令が敷かれる。逃げられないぞ。ご苦労じゃった。影様やはりオロチマルか。じゃあな。だが奴はもう去ったようじゃ。わからぬ。皆に申し伝えだが、今後も里の警戒を。は、せっかくやけんエンディング見てみるか。あ、鹿丸やった。この背景のイラストはなんかちょっと変わるんかね、キャラクターによって。まあ、ナルト編とサスケ編見てねえからな。でもナルトのドット絵って結構珍しいよね。あんまりドット絵のイメージないからな、ナルト。おしまい。